どうも、フリーマウト、ハースガーです。今回ですね、共感さになぜか焦る民主党と中国への祝電で釣れるお困りの方たちという話です。オチとしては、共感さと中国へ祝電を送る方たちの今後はどうなるかというところなんです。両陣営の話の前に、まずは現在のアメリカです。2021年6月30日、企業向け給与計算サービスの ADP とムーディーズが発表した6月のアメリカの雇用報告が発表されました。それによると民間の雇用者数は69万2000人増と市場予想の60万人増を上回りました。ただしレジャー業は5月の41万4000人増を下回る33万2000人増となりました。同日に米台はオバマ政権時代に通商協議を行っていた貿易投資枠組み協定に基づく協議を5年ぶりに再開。バイデン大首相は台湾の関係改善に意欲を示しているそうです。これも同日ですが、世界の石炭火力発電所の8割が中国、日本などのアジア5カ国で占められている報告書がイギリスのシンクタンクカーボントラッカーによって発表されました。中国、インド、インドネシア、日本、ベトナムが建設計画する発電所は600件以上に及ぶそうです。メキシコでは6月28日に100人以上の移民が乗せられたトラックが発見され、その中に2歳くらいの男の子が見つかりました。これは同国の国立移民局が発表しています。アメリカ国内では大首長陣営が5月に発表した富裕層から税金を取る計画、グリーンブックによると、その富裕層が頼っている節税手段に照準を定め、確実に税金を取ろうとしている模様です。これは将来的に富裕層の大首長に対する見方が変わりかねません。また、先日暫定合意した大首長のインフラ計画ですが、大首長はその計画とその後に続く税制改革などの法律の両方で下院民主党の結集を図る方針に転換しているそうです。やっぱり議会が大首長の案に納得していないから大首長側が妥協し始めたことになります。こっからがトランプ陣営の話です。2021年6月28日、トランプ氏は共和党の上院リーダーのミッチ・マコーネル氏がビル・バー元司法長官と結託して大統領選でやらかしたことを批判しました。同日にはニューヨーク州でトランプ氏が脱税容疑をかけられた件についてマンハッタン検事がトランプ氏を起訴しないとトランプ氏の弁護士が発表。これに対してトランプ氏は同日に発表した声明で、トランプオーガニゼーション内の素晴らしい長期的な従業員や人々への接し方は無礼で意地悪で完全に偏っている。彼らは我々の主張がどんなに強くても我々や共和党に恥をかかせるために懸命に努力することを知っているなどと述べました。翌日の6月29日には CNN に関する声明をトランプ氏は発表。そこでは CNN の視聴率は 70% ダウン、 MSDNC、MSNBC も大きく下がっている。私が DC を離れてからニュースがつまらないと言われるようになった。これは素晴らしいことだなどと述べました。実際その前日の6月28日には FOX の報道によると CNN のアンカージェイク・タッパー氏のニュース番組は1月以降6月に至るまで視聴者の 75% を失っており、6月の最初の3週間で1月の視聴者の 79% を落としています。同日にはマコーネル氏に対してトランプ氏は声明を発表。この声明でトランプ氏はマコーネル氏に対し決別宣言を行っています。米税関国境警備局においてもトランプ政権からウイグル関係の輸入禁止措置が急増したために貨物をめぐる対立や遅延などに対する輸入業者からの苦情が発生しています。ここにユニクロなどのアパレル企業などが巻き込まれているんです。
6月29日にはアメリカの判事が投資会社のゴールドマンサックスの2人の元役員に対し、以前の動画で紹介した大酋長陣営にも絡むマレーシアのファンド 1MDB への訴訟を起こすように命じました。これは 1MDB に対するゴールドマンの業務について株主に誤解を与えたことが関わっているそうです。同日にはサウスダコタ州のクリスティ・ノーム知事が最大で50人の州兵をアメリカ・メキシコ国境に送ると発表。これは民間の寄付で賄われ、テキサス州のアボット知事に応え手助けをするためにノーム知事は動いたとのことです。ただ本来は大酋長がやるべき仕事です。6月30日にはニューヨーク市長選挙の開票作業にエラーが発生し、13万5000枚のテスト投票用紙が誤ってカウントに含まれていました。これにより保守派から大統領選の全ての選挙を監査せよとの声が上がっています。ジョージア州では6月28日にジョージア州議会のブランドン・ビーチ上院議員が重要な発言を行いました。これはラジオ番組のホストジョン・フレデリック氏とのインタビューで発言したことなんですが、ビーチ上院議員はジョージアでの監査結果次第で同州の選挙人団16票を撤回し保留することができると述べました。その前日の6月29日に FOX のアンカータッカー・カールソン氏が自身の番組で大酋長陣営の NSA アメリカ国家安全保障局がカールソン氏の番組を放送停止させようと監視していると告発しました。 NSA がカールソン氏の電子通信をスパイして番組の放送停止を狙っているとのことです。これに対しカールソン氏のチームは情報公開請求を行ったそうです。政府などの機密情報を公開するサイトのウィキリークス創設者であるジュリアン・アサンジ氏への訴訟にも動きがあり、アメリカ司法省が扱うアサンジ氏の訴訟の主要証人がアサンジ氏に対する起訴状の主要な告発を FBI との取引と引き換えにその告発を捏造したことを認めました。今回の訴訟でアサンジ氏が有罪になったら最大で175年の禁錮刑となっていますが、これが覆る可能性が出てきました。こっからがアメリカ以外ですが、日本では今国会で対中非難決議が見送りになった件について自民党の長尾隆議員が6月28日にこの程度の決議ができないと国会議員をしている資格はない、強い覚悟を持ち次は必ず採択したいと述べました。今回の非難決議は自民・公明党の両党のせいでできませんでしたが、特に今の自民党は二階派などの少数派が党方針の決定権を持っているので、これが非常に問題になっています。同日には中山康秀防衛副大臣はアメリカのシンクタンクハドソン研究所の講演で中国による台湾への圧力に対し日本は目を覚まし民主主義国家として台湾を守る必要があるという考えを示しました。また中山副大臣は台湾は友人ではない兄弟であり家族だと講演で言及したんです。これに対し中国が強い不満があると述べ、1972年の日中共同声明を含めた4つの文書を引き合いに出して恫喝しています。あのテレ朝の放送でキャスターも務めたフリーアナウンサーの古舘伊知郎さんも珍しくまともなことを言い出し、6月27日放送の読売テレビの番組そこまで言って委員会 NP に出演した際に温暖化対策に関してあのデスメタルバンドのボーカル兼環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんについて意見を述べました。古舘さんはグレタさんの後ろにも何百社と金融関係ウォール街がついている、そういう意味では脱炭素といえば泣く子も黙る時代に入ったんです、ビジネスシーンとしてはこれは重要なことなんだけどもと語りました。法制の頃と比べてだいぶ古舘さんの枷が外れた模様です。ヨーロッパではイタリアのミラノでホームレスの移民が溢れ返っている様子が
6月29日に報道されました。自分も実際にヨーロッパに身を置いた人間だからわかるんですが、以前のブレグジットの動画で話したように、 EU はシェンゲン協定と呼ばれる、一度 EU 圏内に入ってしまうと人の移動が自由になる協定が1980年代からあります。それがこの状況を招いているんです。ドイツでは Facebook を政府省庁から完全に追い出すことを6月28日に発表。すべての連邦省庁当局に Facebook ページを運営している場合は年内にページを閉鎖せよと通知しました。また同国のデータ保護委員会はインスタ、TikTok、クラブハウスといったアプリもデータ保護の面で欠陥があると強調しています。トランスジェンダー関係ではイギリスの有名司会者のピアース・モーガン氏がトランスジェンダー選手が五輪に参加することをひどい間違い、女性選手の五輪の夢を殺すとデイリーメールのコラムで批判しました。モーガン氏はメーガン妃やテニスの大坂なおみ選手への批判で知られていますが、男性の思春期を経た後の骨、筋肉の密度を考慮していないので不公平とも述べています。チェコのゼマン大統領も6月27日に CNN のインタビューでトランスジェンダーの人々について不快と述べたんです。メキシコでは同国3位の富豪リカルド・サリナス氏が30年後の未来に持っていくならビットコインを選ぶと発言。世界的に暗号資産、仮想通貨が取り締まられ始めている現状を考えるとどうかと思います。中国で設立された暗号資産の取引所であるフォビですが、6月29日に中国とイギリスを金融商品の取引であるデリバティブ取引の禁止地域のリストに追加しました。これも中国の影響が多分にあると思われます。ここからがバイデン陣営の話です。2021年6月30日ロイターイプソスの世論調査によると、大州長の支持率が4月以降に特に民主党支持者の間で低下しました。大州長の経済運営を支持する人は 48% で4月から4ポイント低下。また大州長の経済対策を支持する民主党支持者は 78% で4月から7ポイント低下。アメリカ経済については物価の上昇が続くため正しい方向に向かっているとの回答はわずか 35% だったんです。大坂なおみ選手を表紙にしたファッション誌の防具ですが、5年間もトランプ氏の夫人でスーパーモデルのメラニア夫人を無視して8月号の表紙に大州長の夫人のジル夫人を起用。同氏はジル夫人が最初の夫を騙し大州長と不倫していたことに触れませんでした。大州長の次男のハンター氏もピーター・ダザック氏が代表のエコヘルス・アライアンスや武漢研究所などと共同研究する企業メタ・ビオタの立ち上げ時に資金提供をしていたことが6月28日に報じられました。金額として3000万ドルがハンター氏から投じられています。 CBPサークルバックサキさんことジェンサキ報道官も同日にオリンピックハンマー投げ選手であるグウェン・ペリー選手を擁護。ペリー選手は選考大会で銅メダルを獲得しましたが、正常期から目をそらし活動家アスリートと書かれた T シャツで頭を覆いました。これを CBP さんが擁護したことでネットでは不満の声が噴出しています。確実に作業が進んでいるアリゾナの評価差ですが、民主党がなぜかパニックに陥っており、副大統領を務めたアルゴア氏が CNN に出演し同州の監査を攻撃。個人的にはしっかりとした評価差をして正しい結果を知ることが大事だから、どっしり構えていればいいのに、なぜゴア氏はこのような態度を取るのかよく理解ができません。あの民主党のオカシオ・コルテス議員にしても、アメリカの都市部での暴力犯罪が増えている件についてヒステリーと言及。コルテス議員は自身の警護のために警察への支出を20億ドル増やすように行動したのに、これはどうかと思うし、ニューヨークの犯罪率は2020年と比べて強盗 173.3% 増、重罪暴行
201.5% 増、ヘイトクライム 800% 増という結果なので、このコメントも首をかしげます。その民主党が強いカリフォルニア州では LGBTQ に関する差別的な法律を理由に、フロリダ、アーカンソー、モンタナ、ノースダコタ、ウエストバージニアなどの17州の旅行を禁止。これもアメリカの分断を招く動きです。オーストラリアの研究機関でも、武漢研究所の卒業生であるダニエル・アンダーソン博士を雇っていますが、 TikTok を含む中国共産党関連企業、財団から数百万ドルの寄付を受けていることが6月29日に発覚。アリババ創業者のジャック・マー氏の個人財団もこの寄付に絡むんですが、分かりやすい忖度が働いています。6月28日にはニューヨーク・マンハッタンでゲイ・プライドイベントが開催されましたが、参加者は公園をゴミだらけにし、屋台が襲われる事態に発展しています。これに対し先日行われたトランプ集会後は綺麗に片付いていたんです。 BLM 関連でも活動家がミネアポリス市議会議員の車をブロックし、同氏のボートへの告発を取り下げることに同意するまでそこから動かなかったんです。最終的にその議員であるアンドレア・ジェンキンス氏は車の窓から渡された書類ペンを受け取り、その場しのぎにサインをしてしまいました。あのビル・ゲイツ氏に関しても、自身が設立したマイクロソフト内部でオフィスのいじめっ子であり、多様性の取り組みをマイクロソフトを破壊しようとしていると公言していました。その上で会社のイベントで女性の上にゲイツ氏は横たわっていたそうです。6月30日にはイギリスデイリーメールで、マイクロソフトの女性社員4人がゲイツ氏のオフィスでのいじめを告発しました。 Facebook にしても全米48州と米連邦取引委員会 FTC が独禁法違反で訴えましたが、両方とも6月28日時点で棄却。 FTC は30日以内に詳細なデータを提出して訴訟を修正する模様です。YouTube もウイグルの人権問題に関して、ウイグルで家族の行方がわからなくなったと証言する動画チャンネルを6月15日に凍結。これに対しロイターが問い合わせると、6月18日にチャンネルが復活しました。ここからが中国関係の話です。6月28日、中国、ロシアが共同声明を発表。両国はビデオ会談を行いましたが、政治、安全保障、経済、エネルギー、技術面で協力を強化することを打ち出しました。また中国共産党は7月1日の創立100周年の直前の6月28日に北京で大規模祝賀公演を行いました。しかし同日には中国外務省の正門前で男が大声を上げながら火をつけて、その後に中国当局に連行されたんです。先日起きた台山原発事故の件でも続報がありますが、この事故が報道されてから3日後の6月18日に、中国のトップ核技術専門家でハルビン工程大学副学長の張志堅氏が大学の本館ビルから飛び降りて亡くなりました。死因の説明はなかったんですが、台山原発を手掛ける CGN は2005年の時点でハルビン工程大学と協力協定を結んでいたんです。香港では中国による統制を強める国安法の施行から6月30日で1年が経ちました。これにより現地住民は不安を抱いており、何万人もの香港住民がカナダ、イギリスへの移住を探っており、香港のアメリカ商工会議所の5月の調査では、会員企業の 40% が香港を離れることを検討しているそうです。その香港には中国のファンドガウキャピタルパートナーズの300億ドルの投資が入っています。これにより中国が香港の支配を強めることになるんです。また中国ではインフラ計画に建設ロボットの活躍の場が増えていますが、果たしてこれで中国のインフラ計画はうまくいくんでしょうか。最近の中国はデジタル人民元導入を進めていますが、これによって取引情報などを集約するブロックチェーンを組み込む模様です。このシステムにより中国の経済・外交戦略の
一帯一路などに活用するそうです。日本が国会で対中非難決議を出さなかったことによって、中国は6月29日に国連人権委員会において大東亜戦争の頃の話を持ち出し、日本をやり込めるための要求を行いました。6月26日には日本の香川県高松市、中国南昌市の友好会館である南昌高松中日友好会館において日本留学制度の説明会が開催。中国の大学から125人の大学生が出席しました。6月10日にはパナソニックの中国北東アジア会社が第16回中国企業の社会的責任に関する国際フォーラム北京において2021年ゴールデンビー企業の社会的責任チャイナリストゴールデンカンパニー称号を受賞。さらには6月29日には浙江省杭州市の高層ビルにパナソニックのロゴを照らし出すライトショーを行いました。 NHK にしても6月15日に NHK 新潟放送局の太田浩一郎氏が中国新潟領事館を訪問し、孫大光総領事に離任の挨拶を行いました。これも6月29日ですが、天津において日中高齢化産業見本市が開催。日中の高齢化産業における交流協力が目的となっています。中国版ツイッターのウェイボーでも6月29日に静岡県、6月30日に兵庫県に関する観光 PR が行われました。ウェイボーのユーザー数は約7億人で、中国国内では2021年1月時点で 4.6 億人となっています。最後にご紹介するのはすでに日本では報じられていますが、6月30日に立憲民主党の枝野幸男代表が中国へ祝電を出しました。言い訳として儀礼的としていますが、本当にわかりやすいです。その前日の6月29日に日中国交正常化を行った田中角栄元総理の娘である田中真紀子氏が中国メディアのインタビューに答え、父親について語りました。そして枝野代表に続いて6月30日に自民党の二階幹事長も中国へ祝電を行ったんです。これは二階幹事長の元親分である小沢一郎議員も祝電を送っていることも多分にあると思います。さらにこれらの祝電に関しては原本まで公開されており、時事通信に勤務し現在はレコードチャイナの相談役山木博之氏も祝電を送っています。ここまでが今回の文ですが、こうしている間に新しい情報がどんどん出ています。できるだけ早くその情報を出したいところですが、評判差と中国へ祝電を送る方たちの今後はどうなるんでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。